エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回も漂流者を支配しながら街づくりができるヘイブンドッグをプレイしていきたいと思います。結構ね、人が増えてきたのでまずは整いたい。なので家とか怪我人の治療とかやっていきたいと思います。まあ大事な労働源が減っちゃうのはねいけないんで頑張りたいと思います。ね、まず薬を作るんだけど水が足りないみたいだね、ちょっと集めるか。よし、薬完成。とりあえず2つ置いておこうかね。あー、あれだな、いつの間にか働きすぎて空腹と乾きがやばいことになってるね。生肉はさすがにだけど、とりあえず照り焼き食べて水は直接飲むか。でもこれほんとガブ飲みなんだよね。時期が時期なら怒られるやつだよね。よし、上もしのげたし、そろそろ研究してみようかな。肥料の強化をちょっとしておいたんで、次の派生なんだけど、スプリンクラー出てるね。で、これは農業がめちゃくちゃ楽になるんじゃないかな。だいたい文明の利器だもんね。じゃあ、とりあえず研究しておきましょう。あとは、人来てるから話しかけておこうかな。すごい力士だ。もうダメかと思ってたんだ。君の収量に変えてもらえないか。どうぞ。え、それだけいいの？この人何も条件ない。めっちゃ珍しい労働者だ。住めるだけでいいんだね。無条件な人もいるんだ、一応。謎だよね。まあ、ただ、ああ、出来上がった。あ、ただ、できたからといって住む場所があるのか。あ、やっぱないよね。これ家今日、ああ、ちょっと待った。家、重ねれるの？ああ、これ知らなかった。はい。うわあ。ちなみに、さらに上もできる。うわあ、マジか。それは知らなかったな。ちなみに、スプリンクラーができるらしいんだけど、こうすると、いや、これでもさ、これ勝手には動かないんじゃない？あ、やっぱ入れてこそ意味があるって感じが。おー、すごいすごいすごい。あー、じゃあ、とりあえず自分が飲む用の水だけ置いといて、そうだね、どんどん研究していこう。じゃあ次は？注水システムにより雨水を 2.5 倍の効率で農園に給水することができるんだ。はい、平井心だって。平井心大事。雷めっちゃ撃たれるもんな。なんだかんだこのゲーム。あ、シェルターできた。なんかもうちょっとこう拡張していきたいよね。とりあえず左側が広いから、そうだな、そっちからやっていこうかな。拡張していこう。ちょっと狭すぎるね。ついでに配置も一気に変えていこうかな。よーし、いろいろ準備できた。いや、大変だった。ちょっとね、1時間ぐらいやってたかな。なんでね、ちょっとどんな感じになったか紹介だけしていこうかなと思います。いや、結構大変だったよ。まずね、そのまあ何人か亡くなりに、お亡くなりにはなったんだけど、お亡くなりになったんだけど、まあちょっとね、物資が足りなかったりとかもあったんだけど、とりあえずね、ちゃんと会場都市として機能するようにというか、入り口だけでも良くしようっていう感じでやっていきたいと思います。まあツアーしていきましょうか。まずここ来るよね。でここね、場所変えれなかったんでどうしようかなってたんだけど、まあ、人やっぱ住んでますよっていうかさ、入り口綺麗な方がさ、つかみいいじゃん、心のつかみが。なんでまず家ここ建てました。もう居住スペースだね、ここに関してはね。で、教会はね、そのままにしてる。ちょっとね、アップグレードしようにもできなかったんで、まあ、こんな感じで、教会の横に、ちゃんとマットレス置いて、治療ができるようにってしてます。で、その下にね、もう食事のスペースというか、置いてて、
まあ、食事のスペース置きつつみたいな、あ、いっぱい置きすぎちゃった。まあこんな感じで置いてます。で、食料とかにも困らないようにここに入れてもらうみたいな感じかな。結構ね、不足しやすいんでね。で、ここにストレス解消のバーとダンスフロアだね。でね、水の場所をね、ちょっと端っこにした。あまりにもね、邪魔だったんでね。で、もう一番変わったのが右側かな。ここがね、全部こういう量とか素材とかを集める場所に変えました。で、その近くに精錬所も置いて、よりこう作業しやすいというかね、でしてます。で、魚も焼ける。だから取った魚とかも全部ここで回収しつつっていうね、ことができるようにしてます。結構自動化みたいなところかな。で、上の方と下はね、あんまり変わらなかったんで、こっち側拡張した方向に行こうかなと。こっちがね、結構変えて、最初に居住スペースにしようとしたんだけど、やっぱ入り口のインパクトが弱かったからさ、来た人たちの、流れた人たちがね。なんでこっちはもう農場スペースというかに変えました。ちょっとね、やっぱ農場は広くで、結構いろんなものが手に入るようになるから、狭いよりかはね、広い方がいいなと思って入ってます。ここちょっとでね、結構ね、これが大変で、大変なのよ大変なのよって言ってもあれ難しいところなんだけど、やっぱ種がね足りなくなってくるから、この管理が難しいね。でね、やっぱね、人がね、少なくなったせいか、人なくなりになったからね、やっぱね、効率がいろいろ落ちてるところもあって、まあ、こんな感じでね、配置して、まあ、一通り、島としては、っていう感じになったかな。なんで、まあ、こっからまたガンガン人入れて、食料とかも取っていくって感じだね。だから魚とか供給できるようになってきたからさ、食事が足りるようになってきてるね。飢え死にはこれでなくなるはず。ってことで、早速人入れましょうか。いやー、やっと整った。はい、いいよ。よし、これでいろいろ拡張できたんで、これでまた人をね、いっぱい雇って楽ができるぞ。あ、農夫が来た。農夫からね、ちょっと手に入らないとか、それしかゲットできないアイテムがあるので、ブツブツ交換しに行こう。急げ急げ。ゴールデンレトリーバー売ってるけど、あったあった、レシピもこれが欲しいゴールデンレトリーバー欲しいけどな。はい、これでどうだ。これで研究ができるようになったはず。さあ、これでサトウキビと竹ができるようになるわけか。よし、これで新しいもの作れるようになるから、農場拡張しよう。ただ農場はね、上移動できないから隙間開けとくのが大事なんだよね。とりあえずこれくらいにしとこうかな。あとは研究できるのを待つだけだね。あら、農夫さん怪我しちゃってる。休憩してくれると助かるけどね。とりあえず隙間時間にまた飯食っておこうか。とりあえず飲んで、食事もこれとで、飲みながら食べてるんだよな社畜の極みすぎる。研究済みになった。で、その先が製粉機を、小麦とかホワイトサンドを作れるようになる。うわ、すげえ、サトウキビいるね。あ、これはいいのできるんじゃない。パンとか作れるといいね。まず小麦で新しく割り当てて、抽出オイル結構いるな。割り当てなくてはいいか。
うん、オイルができてない。あ、素材足りないけど人も足りなくなってきたって感じかな。しかも種作ったり巻く人も足りないね。なんか研究で人手不足解決できるものないかな。オウムの家だって、オウムいると種とか巻いてくれるのか。これは人手不足一気に解決できそうだね。まあ、人ではなくて動物のコキ使うっていう、使えるものは何でも使えるスタイルになってるんだね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。